ピャカチュウです。本日はですね、ラム使っていきます。まあ、今日の内容は、知ってる人にとっては、まあ当たり前に使ってる人ももしかしたらいるかもしれないし、まあでも大半の人が、あ、確かにってなってくれそうな内容でございます。はい。で、4からも使っているんですけど、視聴者さんに言われて、あ、そういえばってね、あの、ふと。はい、気づいた内容なんですけど、これディーバか、スタン食らいたくない。はい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 、まあ、一旦手前触ろうかな。あのランナー HS って6秒後に HP が1になってしまうんですよ。いや、これ弱点フルクもらう。でも一応耐えたんだ。通常もらっちゃって自陣でいいかな。ああ両方取られちゃった。まあ、っていうわけなんですけど、持続回復を直前に切れば回復するわけなんですよ。だから自爆スイッチが自爆スイッチじゃなくなるっていう、しっかり6秒間ね、強い HS になるんで、まあ、数だけ数えれればっていう、まあ、感じではありますよね。こういうこと、こういうこと。これはしっかりレンジを当てれるかどうか。ナイス。ワンタッチ入れてみようかな。はい、やれた。ワンパン、そう、これが強くね、マジで。これが強い。だから打つ場所をね、考えなくていいんだよね。マジで好きな時にね、打てる。どんなタイミングでも。はい、この HP なら上からやれてしまうレンジさん。あ、このラインだとワンパンされんのかな。はいはい、不全点は吐かなかった。さあここで HS を打っていきましょう。待って、でもこれ HS っても回復しないやん。んだよね、うん、最近の HS 回復するくない？あー、なんだ、空襲と、誰だっけ？アミスターか。うん。ラムはしませんでした。そんな甘い話はなかったね。まあでも強い場面は見せれたんじゃないかなと思っております。2戦目やっていきましょう。フリーバトルに潜っていきます。まあ、バト割りの出切りパンチじゃなくて、まあ、しっかり、サクラより持続が強いところを見せていきたいが、味方にレムがいるのはちょっと嬉しい。ヒメタル切ったので、ここは引いていきましょう。まあ、別に、いや、花火じゃ足んねえ。花火じゃ足んねえぞ、おい。やっぱ4回なのか。花火じゃ足んねえわ、マジか。そうなんだ、だいぶ頑張ったよね。ウェーブが反射神経終わってる。4かか。
まあ、とりあえずやれた。でも片方取れればいいかなって思ったけど、一旦 C 行ってみる。でレムが復帰したんで、ここで世界を変えてくれたら嬉しい。でこれ HS で前行きたいな。こうでしょう。ああ終わったー。ぐる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 。なんか花火違う？どうなんこれ。4課だからできたことな。どう思うみんな。ちょっと HS 切ってみないとわからんね。ラストは裏なんちゃらバトルでやっていこうと思います。50固定だったんでね。はい。でもしかしたらなんかの動画でこの話をねしたかもしんないんですよね。ちょっと記憶が曖昧で、うん、この話聞いてよって言う方いたらすいません。いや全然花火弱いが。お花火強っ。とりあえず吹っ飛ばしとこう。で、あかんあかんあかんか。はい。やられた。これ殴り合えばいける。いやそんな火力高いんだ 2B って。それはあかんねえ、それはあかんねえ。いやこっちじゃないんかーい。まあ一旦自陣安定させたいですね。ヒーロースキル開ければとりあえずいいんで、僕の目的は。そう50固定でこの体力よ。ちょっとモリモリにしてきました。まあ、あれしょうがないかな。ブレドラ食らっちゃったし。アインズの復帰で、ちょっと ACS で行ってみたいですね。はい。上からやれる。いや、花火弱っ。4かしかできないかこれ。いやもしかしたらって思ってちょっと検証してるんですけど、ダメだ、違いますわ。いやこれなんだ、あっ 2B 初めて当たった人みたいになった反応が。いりゃ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 壁。何もできない、何もできない。なんだ。やめて。はい、花火だと回復量足んないっすね。まあ、4課だからこそできるというね。まあ、4課のね、これ評価また上がっちゃったね。残念。はい。とても残念でした。まあ、だから工場花火とかだと、ダメっぽい。まあ、そもそもなしっちゃなしだけど、まあ、工場だったらおとなしく、まあ、ガブ積んで、まあ、暗示でも、ラムならいいのかなとか思ったりするんですけど、いや、でもコラボだったらやっぱ4課っすね。まあ、花火、まあ、桜か、4かかみたいな感じになりますね。ただ白骨詰めないんでちょっと切りづらいところはあるんですけど、4か、まあ、レムラムで組むんだったら白骨4かとかできるから、ちょっと
だいぶ熱いような気がする。はい、まあそんな感じで HS の切れ際にね、持続回復使えば死なないよっていう話だったんですけど、まあ花火でも、まあ遠くで、まあ、使えば、まあ、ちょっとギリ生きれるかなって思うんですけど、まあ4価だったら敵のど真ん中でその硬直あっても、まあ、耐えれるんじゃねっていうね、お強い話でした。まあぜひね、使ってみてください。ありがとうございました。